え、まず俺、アラームかけない。ええー。あの、アラーム自体かけないのよ。僕、アラーム自体かけないから、普段。スヌーズボタン、うん、押すと負けみたいなんですよね。うん、そもそも僕、アラームかけないんですよ。あ、寝るときにアラームかけないんですよ。うん、だからもう自然と起きるんですよ、僕。めった。こんな嫌かもしんない、これ。ケツ洗うの？本当ですね。冷水でしかも。冷水でケツ洗うんだ。はい。やだこのルーティン。で、ちょっと待ってね。ちょっと待って。次は何？体重＆カロリー記録。そうなんです。カロリー記録って何？カロリー記録。カロリーはね、僕記録はしてない。ああ、はいはいはい。うん。体重計にもね、あんまりでも、あえて乗らないようにしてる。ああ、そうなんだ。はいはい。あの、うん。そう、自分の体重を見て、うん、あの愕然としたくないから。なるほどね。がっかりしたくないから。へえ、面白。だからメンタルを、うん、あのメンタルの浮き沈みが人一倍激しいから、うん、はいはい、だからそのメンタルを整えるために努力はしてる、うん、はいはい、なるほど。あ、え、マジで 27.45 キロ。そんな先ねえよな。そんなわけないだろ。 27.45 キロです。はい、絶対違うだろ。 28.65。 28.35。 絶対違うだろ。こうか、うん、それか俺はこう、うんうん、だから、あ、ちょっと待って、これだよ。測れるんですか、口で。俺あんま漫画でしか見たことないな。待って、やり直し。ああ、はい、うん、はい。ボールペンある。ああ、ボールペン、そっかそっか。あ、え、測れんの？ちょっと待って。34.4 度だから。で、プラス2度だから36度ぐらい。なるほど、プラス2度すんだ、そこに。ちょっと待ってな。ああ。化粧水の成分をね、うん、髪になじませた方がね、はいはい、いいのよ。へえ。で、普段だったら、この後ヘアオイルとかもやる。ヘアコンディショナー、ヘアオイルもやる。はいはいはい。そうなんだ。うん、化粧水を頭につけんだ。うん、なじませる、頭皮に。なるほどね。はあ。うん。あ、はあ。あ、いいんじゃないですか？おお。あ、いいね、決まってるね。いいね。髪型気をつけるね。本当だね。うん。秋田一徳です。はい。はい。あれ、外出る前に。うん。何つけてんですか。いつも香水は外出る前につけるよ。うん、ああ、そうなんだ。香りのケア。はあ。そうなんだ。うん。だからね、重要なの。うん、へえ。そうなんだ。うん。なるほどね。ああ、そうやってつけんだ。うん。慣れてますね。まあ、つけ方はね、うん、まあ、いつもつけてるからね、うん、人間のね、一番香るところってね、うん、実は首と手首なんだよ。はあ、それは知らなかった。そう、へえ。はい、オッケー。はい、じゃあ行こうか、うん、行きますか。じゃあ、うん、行きましょう。キックコースに来ました。結構いいです。自然に囲まれてて、朝身が清められる感じがします。あー、なるほどね。朝ウォーキングするのどうですか？うん、あ、でもいいね、うん、なんか、うん、軽く軽い運動になってね、うん、はいはい、うん、いつもは？いつも？うん、朝はいつもね、うん、あのあれ、うん、軽くね走ってはいる。
そうなんだ。軽くね。はいはいはい。まあ5分10分ぐらいだけど。ああそう。うん。晴れてる日はね、うん、あのたまに行く行く。なるほどね。たまにそういうところは、はいはいはい、走ってる。そうかそうか。山道になってきたな。そうだね、山道です。ここは山は得意だ。ああそうかそうか。ちょっとちょっと上に行くようになってますね。はい。あ、はい。池もあるね。池もあって綺麗ですね。なんかこういう空気好きだね。うん、ああ、はい、はい。いや、水見るのはね、好きよ。うん、へえ。なんか心が清められる。うん。うんうん、のイライラしない、うん、なんか、水を見ると。はい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 。なんか、うん、そう。自分の悩みがちっぽけに見える。ああ、そういうこと。水を見るとね。なるほどね。ほら、だから、うん、日本の、京都の日本庭園の、うん、やっぱり名残があるんじゃない、はい、ああ、そういうことね。こちら京都では、うん、そう、おはようっていうのは、うん、あの早くしてくださいっていう意味。二形、はい、おはよう、おやすみ。明日も早いんやから。こういう感じで。わ、ね、はい、かりました、うん。はい、じゃあ上切りましょう。そうね。ここでなんか一服とかいいですね、本当は。ああね、うん。ただここ多分禁煙だと。多分ここ禁煙エリアだからね。ね、あの、うん、振っちゃいけないところでは皆さん振らないようにしましょう。うん、ピース振ってる人はそんなにポイ捨てとかしないって聞きますよね。うん、ああ、そうなんだ。はいはい。ほら、やっぱ本物の喫煙者の人が多いから。はいはいはい。なるほどね。ピース振ってる人って。ああ。だからピース振ってるピース愛煙家は本当にポイ捨てとかしないらしいね。うんうん、ああ、なるほどね。道は、うわ、綺麗だね。ちょっと、ね、あ、見てみます。俺花めっちゃ好きなんで。うん、ああ。色的に楽しんでる。なるほどね。うん。あら。なんで抜いた？本気出したね。あれメスかなオスかな、うん、どっちかな。何？多分女の子。ああそうなんだ。多分この子は女の子。女の子なんだね、そのバラは。メス。ここら辺ほとんど女の子だね。ああ、はいはいはい。知らないけど。なるほどね。ちょっと待って、今どうしたの？トゲが刺さった。朝飯を食っていこうと思います。今回紹介するこのクソまずいプロテイン。じゃあ飲むなよ。え、でも負けないぐらい俺のもクソまずいっすね。あ、飲むんすか？もういきなり。マジでまずい。どう？どう？無理しないよ。待って、俺が一番嫌いなバニラの味がする。あー、バニラって書いてあった、書いてあった。ダメだったね。あ、そんなストイックにやる？はい、真面目に、うん。俺はやらなくていいと思うけどな。はいはいはい。結構適当な人だから俺は。はいはいはい、はい、うん、なるほどね。だから、うん、もっとね、うん、楽しく適当に生きた方がいいよ人生だ。今日だって朝まで俺ら繰り返す。忘れないよこの先も君なしでは生きていけない。今日だって朝まで俺ら繰り返す。明日の準備ならできてるけれども君をもっと知りたい。